歴ントンアベニュー沿い25丁目と26丁目の間に立つ69連帯武器コローズヒルはニューヨークシマンハッタン区の地区である。この地区は北にマーリーヒル、南にグラマシー、東にキップスベイ、南西にフラットアイアンディストリクト、そして北西にノマドと隣接する。ローズヒルの名前は主に18世紀と19世紀に 使われていたが、21世紀にはあまり使用されることがなくなっている。このため、現在では、ノマドの一部であると認識されることもある。この地区は、マンハタイコミュニティボードの5と6にまたがっている。218東25丁目ローズヒルの名前は、1747年11月に、ニューヨーク植民地議会の議員であった本、ジョン・ワッツが、 ジェームズ・デランシーから買い取った農園に付けられた。これは、イースト側からおおよそ現在のパークアベニューと21丁目から30丁目の間に広がる130エーカーの土地であった。彼の父、ロバート・ワッツは、エディンバラ近郊のローズ・ヒル出身であったため、農園の名はこれを記念して付けられた。1775年に、この農園は、息子のジョン・ワッツに相続された。 この農園内の母屋はアメリカ独立戦争中の1779年にイギリス軍によって焼き払われた。また、ローズヒル農園の一部は1780年代に売却された。1786年、ニコラス・クルーガーは144ポンドでこの農園の北一帯の不動産を買い取った。1790年、ローズヒル農園のすべての資産が売りに出された。 1811年委員会計画によって、この一帯にも5番目上の街路を整備することが決定され、この土地は分割された。1831年、かつてのローズヒル農園の南西の区画には、グラマシーパークが建設された。金色に光るニューヨークライフビルの夜景ニューヨーク州城訴裁判所、長者歴新ンアベニュー沿いの25丁目から30丁目の間は、 多くのインディアンレストランやスパイスショップが並ぶためカリーヒルと呼ばれているブロードウェイ沿いには BMT ブロードウェイ線23丁目駅及び28丁目駅がパークアベニューサウス沿いには IRT レキシントンアベニュー線23丁目駅及び28丁目駅が位置しているパークアベニューとマディソンアベニュー沿いに北行きの M1、M2、M3 路線が5番街沿いに 南行きの M5 路線が走っている。また、3番街とレキシントンアベニュー沿いには北及び、南行き M101、M102、M103 路線が、1番街と2番街沿いには北、及び、南行きの M15、M15SBS 路線が走っている。23丁目沿いには、クロスタウントラフィック M23 路線が走っている。ありがとうございます。